お前落選させるぞこらっていう連中ね、公金中中が本当巧妙なんですよね。萩生田さんが全部保守派つぶしやってるわけです。ブス戦です。誰だよNTT 法を廃止すると日本の安全保障崩壊します。労働組合が組合員に騙すんです。そういう人間って一生幸せになれないですよ。打撃は絶え間なく与えなければならない。気をつけた方がいいですよ。本当に本当に気をつけないと。でも日本の方は結構怖いですよ。萩生田さんですか、この話、うん、そろそろ持ち出しますかね、うん、どこのタイミングって思ってたんですけどね、うん、今日ついに彼さよならっていうかね、一歩下がりました ね。この国をダメにしたのって本当に彼ですよ。一応安倍さんは保守的なことをやっていたんですけど、まあ、裏でいろんな人が売国やっていたんですよね。彼筆頭ですから。NTT 法廃止も萩生田さん、 TSMC 誘致も萩生田さん、 LGBT 法も萩生田さん。そうですよね。あとは新しい教科書を作る会の愛国者を作る教科書をポシャらせたのも萩生田さん。萩生田さんが全部保守派つぶしやってるわけです。この人がこの世で息をしている限りこの国が良くなることは絶対ないと思うんです。国外に行っていただきたい、ね、NTT 法のことも結構これ大事な話なんです。あの普段私も NTT なんですけど、通信インフラって一番大事じゃないですか。それについてとんでもないことをしようとしてるんですよね、うん、NTT 法を廃止すると日本の安全保障は崩壊します。なぜかというと NTT はですね、日本国内の 75% の通信インフラ思ってるわけですよ。それってこの地下にあるんです。地下に光ファイバーが隅から隅まで網羅されてるんで、私たちは通信できるし、インターネットもできるし、スマートフォンでお話もできます。これがですね、今売却されようとしているという状態にあるんですけれども、それを言い出したのが萩生田さんなんですよ。ろくなこと言ったことない、この国にためになること一回もやったことないんです。イチョウ並木をね潰そうとしてたのも萩生田ですよ。何もかも萩生田なんですよ。この国で話題になる最悪なことの太陽光パネル利権も萩生田ですよ。大樹総研経由でね、大樹総研って言っちゃってよかったのかな。大樹総研ですね。何回も言って大丈夫かな。大樹総研のね矢島さん、あれもともと民主党からですからね。民主党時代に食い込んで、うん、いつの間にか自民党にも食い込んであったって。そうなんですよ。菅さんとか二階さんと仲良くしてて、特に菅さんと仲良くして神奈川県連系にはかなり食い込んでいたんですよね。これはちょっと横から私が解説して、うん、もちろんご存知の方も多いと思いますけど、大樹総研の矢島氏ですね、うん、私はお会いしたことないんですけど、結構いろんなところに食い込んでましてね、日本でも最も古い奈良時代からある宗教集団のですね一番偉いさんの息子もですね、この間私が飲んでたら一緒に隣の同じ世代の経営者同士で、お坊さん経営者っていうのはどうかと思いますけれども、お宅どうするの、大衆総研って月に何十万ぐらいだから、まあちょっと払っとかないとなんかめんどくさいよねっていうような話でですね、うん、まあ、いわゆるフィクサーを気取ってるけど、要は怒らせるとめんどくさいと思わせて金を取るっていう、まあ爽快屋ですよね、うん、だからその顧問料とかで数十万って細かい数字をもらって1000社ぐらいのね契約もらってるんで、大衆総研行ったらね、お中元が床から天井ぐらいまでいっぱいあるんですよ。でも10万を1000社だったら月に1億ですからね、うん、でその金でまた政治家とかに献金したりとかするんで、それがフィクサーのエコシステムなわけですよ。もともとは民主党政権の時にグリーンエネルギーとかその関係で入っていって、で、うん、ここまでずっと生きながら、結局あの自民党のですね菅元総理だとか小泉だとかあの河野だとか、これも言うといろんな複雑な利権があるんですけども、グリーンエネルギー旧来の利権とは違うっていうのは要するにそういうことですよね。そうそうそう、始めたのはね細野さんなんですよ。細野豪志。そうです、細野さんが始めて、グリーン利権の中に大樹から出たお金がその証券会社に流れて、そこからさらに細野さんに流れていったっていうこともあるんですよね。で私みたいな小物を捕まえた東京地検特捜部、大樹総研家宅捜索まで入ったのに結局何もできなかったですね、うん、どれだけ力持ってるかっていう話ですよね。なんかね、大衆総研にいる人の話だと、矢島さんはそれなりに考えていろいろやりくりして合法な範囲に作り変えてるから、そう簡単には捕まらないんじゃないのかなとは言ってたんですけれど、あっちのねリベラル意見、まあ自民党も今事実上一緒ですけど、うん、それでやばいのだから連中ね、公金中中が本当巧妙なんですよ。電気代払ってるのに上に上乗せされてるでしょ。それが回り回って大衆総研に行ってるわけですからね。グリーンとか言いながら自然
電をぶち壊して太陽光パネル並べてね、私知ってるんですよ、あれやってる人とかでも。これ以上は言えないですけど、大体ね、こちらの一歩手前の人ですからね、辻元なんかと親和性の高い勢力ですね。結構自民党の人って辻元さん好きですからね、楽しいらしいですよ、飲みに行って。あ、まあなんからしいですね、なんか安倍さんとも仲良くできるとか言ってますからね、うん、そういう意味では蓮舫よりはマシですね。そう蓮舫よりは辻元君の方がいい人。私ね、蓮舫と飲みたいと思わない。新人議員の時にも私1回だけ会ってるんですけどね、その時は、ね、謙虚だったんですけどね、蓮舫と飲みたいと思わないけど、辻元と山本太郎とは飲んでもいいと思いますね、別にそこにメロリン Q とかやってもらいたいです。なるほど。来年の夏までが勝負なんですよ、はい、この来年の夏までにどこまで運動してどこまで圧力かけられるかっていうところなんですよね。で、誰を血祭りに挙げるのかっていうところにフォーカスしようと思ってるんですよ。実はもう水面下では署名運動を始めていて、署名だけだとね弱いんですが、お願いしますとお前落選させるぞこらっていう、これは常にセットじゃないとダメなんですよね。NTT 法が廃止されて NTT という通信インフラを失えば、自衛隊だって国を守ることができない、携帯料金が上がってしまう、そして東京の地下にある270キロの、ね、防空壕も使えなくなる、そんなことになったらダメなんだっていう正論を言いつつ、推進してる AA さんとか H さんをですね、落選運動してビラを撒くとかね、そういうのが圧になっていいんじゃないかなと思います。あと今の総務大臣も狙わないといけないですね。で、実はね、自民党の中にNTT 法廃止反対派がいるんです。強くはないですよね、はい、立憲民主党もこれ賛成してるんですよ。立憲民主党の中にね、5人 NTT の労働組合から出てきている議員がいるんですけど、今の労働組合って思想もないんですよ。ちゃんと企業の社長の言うこと聞いておけば、労働組合のトップの後にその後出世できるんですよね。なので労働組合が組合員騙すんです。だって NTT 外資になったら社員クビになりますよ。それなのに NTT の労働組合がですね、 NTT 法廃止はいいことだって言って賛成に回ってるんですよ。一応立憲民主党の中も NTT 法廃止反対派はいたんですが、立憲の幹部が反対票を投じたら次の選挙で公認出さないぞって潰して回ったんですよね。みんな震え上がっちゃって、それぐらい最近のね立憲民主党は本当にダメなんですよ。何がダメかっていうと、やっぱりね、労働組合が2つに割れたんですよね。国民と立憲に割れちゃって、反対する以外脳がなかった人が反対せずに賛成するようになっちゃったんです。それでも自民党がなんかやりたいって言ったら反対するのが仕事じゃないですか、野党って。今反対しないんですよ。 LGBT 法案も立憲民主案とか出たけど、ほとんど同じでしょ。自民党と維新案、立憲案、自民案、全部ほぼ共通なんですよ。文言が性同一性か性自認かジェンダーアイデンティティ で、私玉木さんにこの3つの意味は違いは何ですかってファックスを送ったら、返信があって、この3つの意味は同じですって書いて帰ってきてさ、だからやる気がないんです。もう予定調和でやっちゃってるんですよね。だから狂ったように反対運動を仕掛けるしかないんですよ。この反対運動もタイミングですよね。いい波を掴んで、いい波に乗らないと打撃を与えられないので、あとはやっぱチェゲバラの言葉で素晴らしい言葉があるんですが、はい、打撃は絶え間なく与えなければならない。かっこいい。だから私は石丸をずっと叩いてます。あれは目つんだけどいけないですね。あれはね、私タカポンとは友達だし、月末 の私の還暦祝いにも来てくれるし、来月あの別府の追いかけ祭りも行くんですけどね。私も言ってるように、あのお互いの意見と仲の良さは別なんで、もしかしたら令和の太郎とスピリタス飲んでくれればいけるかもしれない。彼もね、ある意味引けないんですよ。引くことができない人間なんですよ。そういう意味で言うと、石丸みたいに人格破綻者じゃないけれども、その点に関しては引けないタイプなんですよ。一回言っちゃったら、振り上げた拳を下ろすのが自分の全人格を否定することになるような気がしてできない。私は別に他にいろいろ楽しいことがあるんで、あ、ごめんって。だから、ね、私のね、その石丸に対する批判ポスにね来るのでね、嫉妬だろうって来るけど、俺誰にも嫉妬しないですよ。俺が誰かを嫉妬するって何か要素ありますか？イケメンでスタイルよくって、女にモテて、頭がよくって、賢くって、ブス戦ですしね。
誰だよそれは猫組長が表参道スキンクリニックの松木先生に言われて勘違いしてるだけで、ただのガチムチ戦ですよ。そもそもね、人間って自分の眼鏡で人を見るんで、だから結局こうやってアンチリブ入れてくる人間ってやっぱり普段から人を嫉妬してるんで、人も人を嫉妬するんだろうと思うんですけど、私はね、例えば私はもうバクチで散々吸っちゃったから今そんな金持ってないけれども、弟はね、この間も帰ってきてて仲いいんですよ。沖縄一緒に行って、俺の個人資産700億とかいろいろあげるのやめてくれよって言っても、お前持ってんだろうって言ったら否定しなかったですからねでも別にだからって言って、自分の弟700億持ってて俺は70円しか持ってなくったって、自分の人生が幸せだったら関係ないじゃないですか。別に700億持ってたって幸せかどうか分かんないし、そこなんですよ。ちょっとだけ真面目なこと言わせてもらうと、他人のことを嫉妬したって全く幸せになれないですし、嫉妬しても何も自分にプラスにはならないです。今回の蓮舫の話とかになるけども、私30代ぐらいの時、もちろん僕、私だってただの凡人だし、嫉妬もしたし、何かあったら人のせいにと思ったけど、他責にして一つも変わんない。だって他人は変わんないですから。深田さん、あなたのせいで俺はって言ったところで、言われた人間は、はむしろそんなこと言うのって反発するだけじゃないですか。私刑務所にいた時、過去と他人は変えられない、変えられるのは未来と自分だけ、あるいは過去の事実は変えられないけど過去の意味は変えられる、そのことによってより良い未来を築くきっかけになるかもしれないっていうことなんで、今回の蓮舫もそうだし石丸もそうだし、見たらまあみっともないじゃないですか。特に蓮舫の方がみっともないけれども、はい、いくら他人を批判したところで、批判された方はむしろ反発するだけで何にも変わんないでしょ。もしも本当に他責、あなたのせいだよって言ったところで、言えば言うほどもっと悪くなりますよね。それがものすごい権力者だったとしてね、お前のせいでこうなったって言ったら、お前何だよ俺って言って、もっとひどい目に遭うわけ。キム・ジョンイにそれ言えます？だから何かあったら絶対、なんで自分がそうなったのかって自分に振り返って考えることが自分の未来を変えることだし、とにかく他人と過去は変えられない、なのに他責する精神ってのは、そういう人間って一生幸せになれないですよ。成長しませんね。成長しない、成長しないし、別に成長しないんだったらいいけど一生不幸ですよ。蓮舫もそうだし、蓮舫は特にそれ、石丸よりも蓮舫のはひどいかもしれないなっていう感じですね。